はいどうもこんにちは、六面聖書の六面です。本日11月11日は何の日か知ってますか？そう、プリッツとポッキーの日です。1年に1回もね、この大イベントやっぱ逃すわけにはいかないっしょ。マジでポッキーです。ポッキーも食べたいし、プリッツも食べたいっていう人いると思います。でもお金がない。簡単なんです。ポッキーのチョコレートの部分をね、舐め取ればプリッツになるわけです。でもそんなね、甘いんじゃないんですよ。そんなに甘くないんです、チョコだけに。はい、チョコ甘いですけど、あ、チョコ甘いか。それよりも簡単に舐め取る方法、このドリルを使ってポッキー入れて舐め取れば、もう超速いスピードで舐め取れるんじゃないのってことです。はい、あ、そういえばこの子ポンタです。はい、挨拶しなさい。ほら挨拶しなさい。ほら、はい、いい子もいい子だね。じゃあ行きます。折れた。できた。ポッキー5本。いっぱいさ失敗してるんで、もう一気に5本舐め取ります。これはね、成功するでしょう。ゴー。あー、いや、普通に食べるのが一番。